ニメ放送当時に発売されたボンゴレファミリーの紋章や死ぬ気の炎のリング、精巧に作られたこのグッズを生かす服を作りたい。国寺隼人一筋の私、きっと10年後の彼なら共に戦うかっこいい女を選ぶ。その人が着ている戦闘服ならリングを外した時はカラビナに収納できて、さらりと着れるワンピースタイプ、平面製図、縫い代付きパターン、裁断、縫って縫って完成。シルバーのボタンがキラリと映える。胸元にはボンゴレの紋章。極寺に似合う女に着ていてほしいシックでおしゃれな戦闘服が出来上がりました。家庭教ヒットマンリボーンは綱たちの成長を通して、ダメ元でも頑張ること、大事な人との穏やかな日々こそが幸せなんだと気づかせてくれる漫画。これからもずっと大好きです。オタクの晴れ着。